ちょっと待って、すぐ近くにウルフがいる。ウルフとマンモスが戦っている。これはちょっともう邪魔しない方がいいかもしれない。いやー頼むよ、同胞がすぐそばでさ横たわってるからさ、頼むからそこで戦って気を引いていてくれ。この子の近くには今んとこいないな、いないな。オッケーオッケー。いやー2匹同時テームって久しぶりだからさ、神経を張り詰めさせられるよね。毛深さいがいる。こんなとこいるんだな。よしよしよし、まあまあまだ大丈夫だな、まだ大丈夫だ。よしよしよし、マンモスくんが優勢かな。これはなんとかなんとかなるか。まあ最悪アルタンが出動してあの狼を狩り倒すわけなんだけど、ああよしよしよし、勝ったみたいだな。よかったよかったよかった。おお、そしてアンキロテーム完了。もうちょっと今名付けてる余裕ねえから、よしよしよし、こっち来い、こっち来い、こっち来い。あ、木に引っかかってんのか、もしかして。お前バッカバッカ、お前何やってんだよ。そんなとこに引っかかってんじゃないよ。よしよし、オッケーオッケーオッケー。これで動けるだろう。こっちおいで、こっちおいで。よしよしよし。あ、この毛深さえももしかして引っかかってんのか。これはテームチャンスか。116、うわ欲しいな欲しいな。ちょっとまあでもしばらく待ちだな。うん、ちょっと今する余裕ないわ。覚えとこう、この辺たびたび来るだろうから。この子はねまだもうちょいかかるね。でこっちのこの子にはちょっとサドルをつけました。はい、とこの子の戦働きはこんな感じよ。こうやって金属を取っていくと。いやーありがたいね、ほんと大幅な時間効率の短縮ですわい。ただまあちょこの辺は今はいらねえんだな。いやすぐ荷物いっぱいになっちゃうからね。いやこうなってくるとやっぱここを上げるべきなのかな。辛いな。まあまあそこをカバーするためのこの子ですからね、ほんとマンモスくんがね荷物運んでくれるから。よし、とりあえずこの辺安全だからまあいいな。オッケーオッケー。おっしー、テーム完了。よし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 、よくやったぞ、よく育った君たち。これでここでの金属の採取は結構安泰なんじゃないかな。じゃあとりあえず基地に戻るか、ひとまず雪原基地の方にな。こっちおいで、こっちおいで。あそこてっぺん目指すよ、とりあえず。マンモスはね踏破性能結構高いからね、こういうデコボコをたやすく乗り越えてきてくれるんだけど、アンキロはちょっとそうもいかないみたいだわ。ちょっと難しいので私がこのように移動させております。よいしょーっと。さーて、なんかまあ一番上まで行くだけなんだけどちょっと大変だなこれ。まあ、敵いないからいいか、敵いないから大丈夫か。よし行こうぜ。到着でもって今こちらの方に精錬所の方を作りました。見てください、この精錬設備をずらっと並べた精錬炉。ここで大量の鉄インゴットが精錬されていくというわけです。まあ今んとこまだ一つもできてないんだけどね、今準備中といったところでしょうか。でもってここではマンモスのサドルをとりあえず作んないとな。これ金属インゴット10個いるからとりあえずそれだけ作っておきますか。でこの子でとりあえずこの辺のね、ちょっと重くて動けないということなので、ちょっとひとまずそうだな、これだけ持ってあと全部捨てるか。この辺だけでいいか。でさ全部捨てて捨ててこっち行って、何取る、この辺ただの石だな。ちょっとでもすっきりさせるために壊してもいいけどな。これ金属だ、トロトロ。4個しか取れてね。いや後ろのやつを壊してたのか。壊す範囲結構広くてね、どれ壊してるのかよく分かんなかったりするんだよね。これで金属取れるでしょ。おー取れてる取れてる。オッケーオッケーオッケー、いいねいいね。いやでもこの辺すっきりしてよかったわ。でまあこの子動けなくなるから、とりあえずこれも、あでもこれ、私も動けないですねこれね。こういうこと多発しちゃうので、いやこの辺のを持っていこう。スパークパウダー作んないといけないからね。とりあえず預けるかこれ。よし、往復しよう往復。もうこいつからは山ほど金属取れるだろうね。
真っ金金だから、金だから金属が取れるっていうのもちょっとおかしな話ではあるけどね。ゴールドじゃなくてアイアンが取れるのになぜ金色に光り輝いているのかと、まあ、光ってはいないけれど、758か、取れたな、たくさん取れたな。あとはここで回収した鉄を持って帰るだけと、ちょっと重いみたいだな。でも200返しとくか、返せねえんだな。そうか、パンパン、荷物パンパンだから一回取ったやつは返せねえのか。ちょっと下にポイって、下にポイって置いておくか。はい、ポイって、オッケー。これね、2分で消えてなくなるから、その間に取りに戻んなきゃいけないんだな。よいしょっと、どこまで入れたかな、この辺まで入れたんだったかな。よし、この中に入れておくか。はい、200個ずつ今入れております。うん、入ってる入ってる。で、一斉に火を灯して、もう灯してっていいか、時間効率を考えるなら入れた瞬間にもう入れていくのが、火を入れていくのが最短経路というところでしょうか。よしよし、とりあえずここまでか。で、どんどん鉄インゴットができていくので、いやー、いいね。30分ぐらいかな、今この作業をし始めてから。その程度でこれだけできてるわけだから、もう12分じゃ12分ですな。うん、どんどん作っていきたいと思う。満単位作ろうと思うと、やっぱめっちゃめちゃ時間かかりそうではあるけどね。やはりいかんともしがたいな、その辺はしょうがないな。よいしょっと、ガンガン精錬しております。で、今中に入ってるのが全部終わって仕上がって、それでようやく3500個ぐらいかな。ちょっとさ、これ作っといたからさ、こいつを作ろうかなと思って。これこれ、これ工業炉。まあ、金属インゴと2500も使うんだけどね。まあ、他の資材もまずまずなんだけど、これを作ったらおそらくね、あの精錬炉、あれ12個ぐるっと囲むように置いてあるんだけど、それ以上の効率でできるんじゃないかなと思うわけですよ。試してみよう、試してみようじゃないか。やっぱね、最終的にはこっちの方がね、いいんじゃないかということで作っていこう。満単位のインゴットを作るともなるとね、やっぱあれが必要になってくるんじゃないかなって感じですよ。いやー、大掛かりになってきたね、ほんと。掘削作業継続中です。この辺岩まみれだったんだけどね、もうこの辺のやつは全て平らげ、ここまで進行してきました。で、この辺の岩も全部平らげていって、真っ平らになったら、さらに下の方とか、あ、これ上の方だったかな、これ上の方だな、こう上登ってくる。まだまだこんだけあるからね、全然ちょっとね、これは終わりが見えないぐらいあるね。ありがたいことにね、これぐらいないとね、ほんとちょっと足りないからな、素材の数。これ下、あ、落ちても死なないな。よいしょっと、まあ、ここまではちょっとうちのアンキロ君いけないけどね、この段差超えれないからね。いやー、どうだろうな、今で1万個は多分まだいってないぐらいだな。インゴット、鉄インゴット貯めるのやっぱ大変だわ。3万個の道のり遠いわ。ということで、休憩を挟みつつ、マンモス君のサドルも作ったので、つけていこうじゃありませんか。よいしょっと、オッケー。まあ、ただね、出番まだ出てこないんだよね、この子。運搬能力を買って今回ここに来てもらったわけなんだけど、その運搬能力を役立たすにはまだ距離近いからね。それだったらもう自分で走ったらいいかぐらいの距離だからね、この辺は。もうこの辺の資源取り尽くして、もっと下の方に行った時についてきてもらうことになるかな。ちなみになんだけど、こういうリソースっていうのは一回取っても復活するんだよね。ただ近くにね、こういう建物がある場合はその限りではないということで、例えばさ、この裏にもさ、金属すげえいっぱい取れるいいのがあったんだけど、多分このぐらいの距離だともう復活しないんだよね。ここ建物あるから、建物の近くは復活しないから。で、その復活しない範囲がどの程度の広さなのか分かんないんだよね。今回はこの場合はもうあんまり広くないことを願うよ、ほんと。すぐ近くにリソース復活してくれた方がありがたいからね。すぐ大量に鉄取れるわけだから。
まあ、そう都合のいいことばかりとはいかないわな。はい、まあそんなわけで継続して金属を取っていきたいと思います。よいしょっと。はい、砂漠編にちょっぴり出張中でございます。というのもね、生体ポリマーの方を回収しようかなと思って。あー、いっぱい取れるね。451個取れたね。よし、これでもうノルマクリアだわ。いやー、400個ポリマーが必要だったからね、確か。うん、もう今のでとりあえずもうポリマー目標数達成したわ。これちょっとこれ向こうの次元転送装置のところに入れるのが大変だけど、よしよし頑張って入れようか。